さんこんにちは、チョコバナナです。今日はですね、サムネとタイトルを見ていただけたらわかると思うんですけど、私ついにダイエットをしたいと思います。まあ、結構コメント欄でもね、痩せろっていうコメントがすごく多かったり、痩せたら可愛いのにもったいないみたいなコメントも多かったりして、自覚は全然あったんですよ。自分がデブだという自覚はね。そしてですね、この間ウームでマネージャーさんとかと動画のネタ会議みたいなことをする時があるんだけど、そこでね、そろそろデブだから痩せたら的な感じのことを言われまして、まあ、そうだよなって思ってたからさ、今まではダイエット企画しなよみたいな感じでは言われてたんだけど、今回は来月までに2キロ痩せてきてって感じだったのね。というわけでダイエットを始めようと思うんですけれども、私のその時マネージャーさんに申告した体重が 51.6 キロだったんですよ。でその申告した日が11日だったんだけど、今日14日で3日、4日経った現在の体重がこちらです。で 50.8 キロになります。まあデブです。147しかないからさ、50キロあるのはやばいんよ。高校までは50キロはもうほんと超デブの範囲で、47いったらちょっとへこむぐらいの感じで生きてたんだけど、年を取れば取るほどなんか何なんだろうか、心がなんかもういっかみたいな諦めモードになってきて、50キロ超えてもなんか、あー50キロ超えちゃった、へこむぐらいにしか思ってなかったの、ダイエットしようとかじゃなくて。だからそれは本当にちょっとやばいなと思って、今回あのマネージャーさんがね2キロ痩せてきてっていう指令をくれたのはすごいいいことだなと思うし、5キロとかじゃなくて2キロってところがね優しいなっていう感じなんですけど、今の時点で0.8 キロなので、あと 1.2 キロなんですけど、あのまず50キロの壁を超えるっていうのと、2キロはまあ確実マストで落としたいんだけど、私的にはもうちょいいけるかなと思うので、個人的には 3.5 ぐらいいきたいなって思ってる感じです。この3日間何してきたかというと、実は何もしてないんですよ。運動もしてないし、最後の晩餐だって言ってカンジャンケジャン食べて、焼肉食べて、ビビンバ食べた後にタピオカ飲んでるからね。本当に何もしてないから、なんでこう 0.8 キロ落ちたのかちょっと分かんないんだけど、これから何をしていくかと言いますと、私はですね、逆らえない存在があるんですよ。それが皆さんなんですよ、リスナーさん。逆らえないっていう言い方はあれなんだけど、まあ嘘をつけないと言いますか、本当にすごく大切な存在なので、皆さんにちょっと協力してもらおうと思っていて、インスタのストーリーで毎食毎食食べているものをストーリーでねあげようと思います。で皆さんに見てもらって、私は皆さんに見られてるっていう自覚があって、ダイエットするって宣言もしてるから、焼肉とかにはいけないわけよ。もしね付き合いで行かなきゃいけなかったとしても、爆食いはできないわけ、ビビンバ食べたりとかできないわけね。なので皆さんにちょっと監視じゃないけど、私のストーリーを見てちょっと食べ過ぎじゃないとかを言ってもらいつつ、基本的に私はチョコレートとかお菓子とかがめちゃめちゃ大好きだから、それもやめて、ほんと間食とかのレベル、あと朝飲むカフェオレ、私カフェオレとか抹茶オレを飲んで朝は始めるんだけど、そのレベルから全部ストーリーに上げていこうと思うので、ぜひぜひなんか皆さんに見てもらおうかなっていうのと、まあ、痩せた際には何食べて痩せたのかっていうのとか、あとは運動は苦手なんだけど筋トレは得意なので、筋トレっていうか腹筋背筋とか、その家でできるものは得意なので、それを若干やったり、主に食事制限なんだけど、炭水化物を一切食べないとか、あとは野菜しか食べないとか、お肉は絶対食べないとか、そのルールを決めちゃうと、私多分この1ヶ月が終わった後食べちゃうんだよね。前糖質制限をやった時、確かに4キロくらい落ちたんだけど、糖質制限やめた途端に米がめちゃめちゃ食べたくなっちゃって、毎日毎日米食べてたのね。しかも1日3食とか、本当に私基本的に1日1食なんだけど、1日3食米を食べてしまって、すぐ元通りになったっていう事例があるので、私は何かを制限するっていうのはできないんだけど、まあ、まんべんなく少なめな量を食べたり、あとはお水を飲む努力をしたりして、食生活を変えていこうかなと思ってます。あとね、小麦だけは意識的に避けていこうかなって思ってます。なんかパスタとかパンとかめっちゃ大好きなんだけど、中毒性がある気がするんだよね。パスタは特になんか一生食べれるし。だから炭水化物はまあ基本取らないけど、取るとしたらお米を取るかな、あとは芋系で食べるかなって感じなんですけど、そんな感じでインスタストーリーを使って皆さんに食べたもの報告をして、
で1週間ごとに動画を出そうかなと思っていて、そこで減った体重、まあ、増えちゃったら増えた体重を報告して、でその1週間やったこととか食べたもの、気をつけたことを動画にしていこうかなと思っています。ダイエット生活1ヶ月間頑張ろうと思うので、ぜひぜひ皆さんに応援していただきつつ、食べ過ぎだなって思った時はね、食べ過ぎだよとか、あとこれ体に良くないよって食べ物食べた時とか、逆にこれ食べた方がいいらしいよって食べ物があったりする時は、インスタでね、あのストーリーにコメント送れたりするので、ぜひぜひ送ってください。私はそれを参考に皆さんと一緒に頑張りたいと思っております。 YouTube ストーリーでも上げれるっぽいから、 YouTube ストーリーもちょっと使っていこうかなって思ってます。インスタストーリーは食べたものをねボンボンボンって投稿していくんだけど、 YouTube ストーリーはその1日に食べたものをまとめた画像を投稿しようかなって思ってるので、ぜひぜひインスタストーリー、 YouTube ストーリーなどなど見てくれたら嬉しいなと思います。でどっちも見れないよって方は、私が1週間ごとにまとめの動画をね日曜日に多分出すと思うので、まあ体重の変化もわかるかなっていうのと、私のこの顔がねちょっとスリムになったとかさ、そういうのがもしかしたらあるかもしれないので、ぜひぜひチェックしてくれたら嬉しいなと思います。チャンネル登録お願いしますということで、今回は決意表明の動画なんですけれども、皆さんの期待を裏切らないように、期待してくれてるかわかんないけど、皆さんの期待を裏切りたくないので頑張って痩せたいと思います。現在の体重 50.8kg からどのぐらい落ちるのか、事務所で次体重公開するのが5月14日なので、誕生日をまたぐんですけれども、ケーキが食べれないかもしれないんですけれども、その時までに2キロはマストで、あわよくば 3.5、4キロとかまで痩せれるように頑張りたいと思うので、ぜひぜひ皆さんサポートの方よろしくお願いいたします。それではチョコバナナでした。バイバーイ。